悪なんだけど。完全にパンクしてます。完全にパンクしてます。タイヤが朝起きたら完全にパンクしちゃってます。空気も抜けた状態になっています。これからちょっと応急処置をしていきたいと思います。あ、ちょっとちょっとミジ折れたんです。はい、やめろ。今日産の実験部の方がほら私のレビューを直してくれてます。今タイヤ交換、スペアタイヤが乗ってるので、これチェンジしてくださってます。大感謝です。もう頼もしすぎます。ありがとうございます。すいません。これスタンドでちょっとエア入れてもらって、僕はシューっていうかな、寒いから。あ、もう形がそこ履かせるか。もうしょうがないか。いやいや、もう。はい、右コーナー、右コーナー、左側に荷重があるでしょ。はい、で右コーナーちょっと気をつける。ああ、それ以外は特に普段通りで大丈夫ですか。一応テンパタイヤの基準というのがあって、はい、何キロにしなさいとかあったんだけど、はい、まあ、大体一般道60キロ、うん、高速80キロぐらいまでは OK だと思うけど、うん、なるほど。80キロぐらいで、うん、80キロぐらいで収めれば大丈夫、うん、大体もうちょっと。撮りました。今左リアがテンパタイヤなんだけど、はい、全く分かんないね。そうですね。意外と不安感なく。フロントだと分かると思うんだけど、このステアリングで、はい、リアって分かんないよな。あ、今日良かったです。ある意味雪が少なくて。そうそう、うん、ということで最初はなんと和夫さんに私のフォレスターを運転していただいてます、うん、ありがとうございます。テンパータイヤドライビング。いやでも今積んでない車も多いですからね。そうだね、うん、あの法律で積まなくても良くなっちゃったのね、うんうんうん、昔はスペアタイヤ必要だったんだけど、うん、今はタイヤ修理剤があれば、うん、でなんでかっていうとテンパータイヤってほとんど使われなくて、うんうん、廃棄されてるっていうのがデータで出てきたんで、うん、やっぱりその無駄だろうってことだね、うんうんうん、資源のね。はい、なるほど、うん、まあでも今回はテンパータイヤがあったから助かったんだけど。いや本当ですね。今回その傷がついてしまったのが内側の、しかもサイド側っていう、うん、もう修復剤じゃどうにもならない感じですもんね。あのサイドウォール
ある内側で、でもそんなに大きい穴じゃなかったから、はい、修理剤でなんとかなんだけど、はい、一回中に修理剤入れちゃうと、うん、そのタイヤって本来の中でこうちょっとバランスも悪くなるのね、はい、だから本来の性能じゃなくなっちゃうんで、あ、本当はちっちゃい穴だったらタイヤ剥がして、うん、内側からパッチして、はい、っていうのが、うん、昭和の時代のタイヤの回し方なんだけど、うんうん、今多分ね、そんなことやってくれる人いないよね。もう買い替えなさいってなっちゃいますよね。よっぽどのプロショップ行かないと、うん、もうめんどくさいから、うん、で、多分今タイヤ履き替えてもバランス取って7000とか取られるじゃない。あ、そんなするんですね。5000とか、うん、だから買っちゃった方がいいよね。うん、そうですね。まあ、昨シーズン買ったものなので、うん、今回2年目ということで、今左リアがテンパータイヤだから、はい、右コーナーをちょっと気をつける。左コーナーは右側に体重が乗るから、はい、普通のタイヤでしっかり受け止めてるんだけど、はい、これで 右コーナーだと左に荷重が乗るから、はい、テンパータイヤの方にストレスがかかるんで、はい、ちょっと気をつけてあげる、はい、ぐらい。なるほど、うん、で三輪スタッドレスだけどテンパータイヤはスタッドレスじゃないから、うん、まあ、今はドライだから問題ないんだけど、うん、雪道だったらちょっと怖いよね、うんうん、そうですね。本当に不幸中の幸いで凍結もしてなさそうですし、雪も路面には残ってないから良かったです。でもね、改めてフォレスター、うん、細かいリアドアのところとか見ると、はい、いろんなこう補強材とかつけてるから、うん、はい、やっぱボディしっかり作ってるんだね、うんうんうん。やっぱオフロードとか雪道走ることを考えてるから雪道って意外とデコボコしてるじゃない、うん、だからドアがしっかり収まってないとガタ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 しちゃうし、はい、変なこう振動とか音の原因にもなるんで。なるほど。